でも中野市なんか考えた企画だから。二人が罰ゲームじゃないの？食い切った？じゃあそれで挨拶してみてよ。挨拶。おやおや。はじめましょうがな、はじめまして。そうでないがな、ビヤホヤ。こんちょん想像してあるか？詩人でございます。本日もよろしくお願いいたします。詩人な気がするけど。でかい。初めての。え、あ、今さ、ズズくんさ、今、じゃがりこ食べてたよね。え、はい、うん、さっきね。さっきね。え、モタロがズズさんと僕ずっと一緒にいますよ。はい、アーカイブ脇で。そっか、はい、全部吐いたからな。え、はい。あ、そっか、そっか。あ、そっか。はい。でも、イエスマンってか、はいしか言わないマシーンになってる。そう、はいしか言えないからね。ズズさんってあれですよね、女遊び大好きなんですよね。はい。ズズさんはあれですよね、ズズさん世界で一番金が好きなんですよね。はい。リスナーのことをお金としか思ってないんだよね。あ、はい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 。食い気味だったな。夕方までは縛ってないはず。あ、もう呼ばれました。もうそれやめる。俺やばい、全然まだある。え、みんな、はい、はい、あの、時間稼ぎしてくるから、うん、頑張って、いったいったい、これも食い終わったから。マジ早いな、全然、時間稼ぎしてくるから。どんな声してんの。猫さんは？こう、違う、貨物貨物貨物。うん？ちん？うん？うん？そう、そんなこと言わないでしょ。突然。今。そっちさんが悪いだろ。いや、突然でしょ。なんで？今の。何の話？よくないわ。ズズ。ズズバイバイ。早く。これも喋らないんだ。応答してほしいんだか。なんでいつもいっぱい口を含んでんだよ。なんでそんな口を含んでんの。ほら、スキップ入れろ。いや、もう無理だよ。無理だよ。無理だよ。これはすごい。え、どういうことだ。おい、ネオちゃん、おい、ネオちゃん、おい、かげまる、かげまる、おい、かげまる、お前、おい、かげまる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 、おい、バンズ、バンズ、トマト、玉ねぎ、レタス、プレス入れといてください。あれ、なんか僕いるな。でもこれ鏡かな。これ唯一昼起きてないしな。なんか展望デッキに精巧な鏡があります。ああ、展望デッキに精巧な鏡、うん、どういうこと。 あったね。ズズズズくん何を喋りたいの。これでしょ。無事切れちゃう。ああ、釣るんだ。おい、竹雄。おい、竹雄。おい、竹雄。あれ、鏡じゃないの。水。あー！
か？まだまだまだ食べてない、まだ食べてないから逃げて。行こう行こう行こう。まだ食べてないよ。もう食べ終わる、俺もう半分ぐらいだ、半分ぐらい、もう食べ終わる、食べ終わった、食べ終わった、行こう行こう。いや、なんかポンゼ野郎がなんかシャカシャカ言ってましたけど、あれは何なの？シャカシャカ言ってた、なんかね、音してたね、今ね、うん、シャカシャカさせてたけど、シャカチキうまいっすよね、やっぱシャカシャカチキ、シャカチキ、ポンゼ野郎おねえじゃねえじゃねえかよ、シャカチキうまいわ、もうほんとおーい、どうなの？チキン食ってやろかしら。ボタンっすよね。あ、ボタンです。どこっすかね、ボタンなんで。死体消しですか、じゃあ。死体消したか。おねえじゃねえ。なんておねえ言葉じゃねえ。おねえはどこ行った？死体消したか？死体消したかじゃないわ。死体消した？ポンツさんってさ、ポンツさんってラウンジいたよね。いやーよ。気持ち悪さで釣られそうだね。あー、いいね、チョコいいね。さすがにな、すごいな、4箱はきついだろうな、無理だよな、つらいな、無理せんでいいのよ、無理せんでいいのよ、目の前で食うてもいいやん、もう無理しなくていいのよ。でも中野市なんか考えた企画だから、めちゃくちゃパンパンになってる、こんなことしかできないから。おい、感動巨編にするな。感動のストーリーにするなよ。やめろじゃないのよ、別に。やめろって。あー、なんで俺なの？の、あの、左隅っこでネロちゃんと竹尾さんが、こう、二人で隠れてたんですよ。はいはい。で、なんだろうと思って、僕、パッて見たら、一瞬だけ、ポリって思いまして。何しましたかって聞いたんすよ、2人いたから。はいはいはい。そしたら、これは大丈夫な音ですって言ってました。なんか今、武雄さんが今大丈夫な音一緒に入ってたら、じゃがりこ振る音が聞こえて、いやー、だって僕一回も食べてないですからね。誘惑が。誘惑が。これ絶対竹雄さん次12月もまた呼ぼう。